別府市で高齢者や障害者など災害時に支援を必要とする人々をどうサポートするべきか考える研修会がありました。もう少し右を向いていただいて、そうですね、まっすぐ、はい、防災活動などに取り組む大分糸電話プロジェクトが災害時のサポートにつなげてもらう目的で企画しました。別府市のホテルで従業員や県の職員などおよそ70人が参加しました。支援する方もどう声かけていいかわからないっていう声をよく聞くのと、それでお互いの、こう知っていくっていう場面が必要かなと思って。高齢者や車椅子の利用者など地震などの災害が起きた際、避難に支援を必要とする人を避難行動要支援者と言います。県によりますとおよそ4万3000人いるとされています。実際に車椅子の方を運ぶ体験をしてみたいと思います。じゃあ行きます。この場合は高齢者と変わらないように回りますので、実際ですね、4人で運ぶとなると息を揃えないとかなり難しいということが分かりました。参加者は支援する側と支援される側の両方を体験して理解を深めました。どうしても自分が見えているので、その人の視線になって見るっていうのがやっぱりどうしても難しいですね。一緒に付き添っている方が一歩一歩階段を下ろす声掛けをしてくれてるんですけど、それでもなかなかこう左に行ったり右に行ったりも全く真っ暗で分かんないので、はい、なのでそういうところが本当にこう大変な部分というのが分かりました。これは日常にやはり街中であったとしても、どちらのところで、どこであったとしても会う機会っていうのは多いと思うんですよね。でそうした時に段差があるとかお困りになっている方っていう時に少し何かお手伝いしましょうかっていうところのお声かけが広がるといいなとは思っています。主催者は今後もこうした活動を通して災害時の避難に役立てたいとしています。